さて、ここで、先月東京ドームホテルで、JBC の2001年度の表彰式がありました。その模様をちょっとご紹介したいと思います。先月の23日になりますが、2001年の優秀選手の表彰式が行われています。エキサイトマッチに出演していただいた選手をはじめ、国内のトップ選手が揃いましたので、その様子、ご覧のように映像で紹介したいと思います。ここでセレス小林選手、徳山両チャンピオンの、今年2002年の抱負、そして引退を発表した畠山選手の引退記者会見などの模様をご覧いただきたいと思います。海外防衛を含む2回の防衛成功して、このように MVP にも選んでいただいて、本当に最高の1年でした。 MVP の、 あのジンクスありますよね。 MVP 取った人間は次の年あの消えるっていう、そのジンクスをまず破ることが一つと、そのためにもやっぱり3月に今決まってる流行戦 V4 戦を、クリアすることですね。で、来年もこの壇上に立つとです。僕の場合相手が強い弱いよりもやはり僕を出せるか出せないかだと思うんですよ。試合において僕のセレス小林というのをボクシングを出せるか出せないか、相手が強くても弱くても関係ないと思うんですよね。だからこの相手はあんまり大したことないよって言われてる相手でも僕は負けるときは負けると思うんですよ。強いって言われてる選手でも分かんないと思うんですよ。僕の場合はもうメラコーチもそう言って言ってくれてるんで、だからリングの上では相手がどうこうよりもやっぱりセレス小林っていうの、俺のボクシングっていうのを出せるか出せないかと思ってるんで、2002年今年はやっぱり去年出せなかった分もあるんで、前回に出したいなっていう、そういう思いが強いですね。っていうのは一切ないですか？ないです。ジュニアライト、スーパーフェザー級の時は負け方が納得いくものじゃなかったんですけども、ライト級の最後のタイトルロジーだった試合が負けはしましたけどね、自分としてはもう全て力を出して全く気がないです。今回はないですね。もう完全燃焼しましたから、受賞されました。皆さんおめでとうございます。こういう表彰式というのは人間の区切りとしていいことですよね。それぞれ思うことをこう喋ってもらったり、あるいは去る人はこのようにコメントを畠山選手みたいにねしてくれたり、何にしても日本のボクシング頑張ることによってボクシング熱っていうのはね高めていきたいですもんね。そうですね。しましょうね。賞っていうのはですね、誰でももらえるもんでないでしょう。そうですよね。いくらでもできますね。そうですね。それでですね、やはりその賞をもらうだけの活躍したからですよ、ということはですね、こういう賞をもらう、いい選手、そして自分も次の世代の選手、あるいは他の選手がですね、それを目指すわけです。それで切磋琢磨していい試合が生まれ、いい選手が生まれてきます。そしてそういう選手がですね、世界タイトルにその挑戦すると、これは好循環ですね。だからもうみんな頑張って日本のボクシング盛り立てましょう。はい、はい。